こんにちは。じゃあ、いよいよ、グラインダー使って、壁に穴開けていきたいと思います。切るところは、この壁一面ですね。12ミリぐらいのモルタルなので、まあ、すぐできるのかな。ちょっとわかんないですけど、やっていきたいと思います。ちょっと疲れたので、休憩。こんにちは。前回、この壁の裏から、グラインダーで穴開けようと出てきた。開けようと思ってたんですけど、まあ、番線のモルタルの下地に金網張ってるんですけど、それが邪魔で、なかなかコンクリが、モルタルが剥がれなかったので、作戦変えて、裏から攻めて、とにかく番線を切るというところから作業再開したいと思います。いきます。
ということで、一応壁開きました。こんな感じ。いやー疲れた。モルタル12ミリって言ってもなんか金網とか厄介でしたね。で、まあ今後ですけど、こっちの扉は、ちょっとまあフレームがというか縁が全部シロアリでやられているので、こっちの扉潰して、こっちの扉を一応メインの扉として使って、この空間を使おうかなと思ってます。とりあえず解体できたから、あとはこの辺のコンクリート材を、ちょっと片付けて綺麗にしたいと思います。